any of your discussions, I say in all honesty, and we said this to the Prime Minister, has been outstanding. And I realized it wasn't just a sign of change. The women who participated this year, you are the change. 3年前にさえ安倍首相がハーバードビジネススクールを訪ねられた時にですね、女性向けの講座をハーバードで何か担当してくれないか。私はですね、政権発足以来女性の活躍を政策の中心に据えました。そして結果、働く女性は150万人増えたわけであります。企業の女性役員の数ではこの5年間で2倍以上に増えているものの、欧米の先進国に比べるとまだまだという水準だと思います。目指すことだけではないと思います。価値観やその見方がですね、多様化してきているこの国で、女性ならではの発想と行動でさまざまなニーズに応えていただきたいと思います。皆さんの活躍が自分を変え、会社を変え、そして社会全体を、日本の世界を変えていく、そういう気持ちで大いに活用していただきたいと思います。